今回はですね、こちらをやっていきたいと思います。マルゼンのショットガン CA870 ソードオフですね。コッキングエア、ニューホップシステム、どんな感じでしょうかね。開封するとこんな感じです。説明書がかっこいいですね。本体こんな感じなんですけども、これですね、めっちゃ重い。え、こんな重いっていうぐらい重い。え、ちょっと待って、前すっごい重い。ソードオフでこんな重さ、片手で持つの結構きつい。こんな重いかな、かっこいいね。かっこいいよね。ソードオフモデル好きなんですよね。で、両手で持つと、いいよねこれ。で、ちょっとね、そんなに重くないね。思ったより軽い。これね、正直ね、あんま出てるの好きじゃないなと思ってたんですけども、まあ実際こうやって構えたらあんま気にならないね。こうやって構えてたら。全然これ気にならない。で、これ取ったら、こんな感じです。そうね、そんな言うほど気にならないかな。こうやって構えたらね。お、いいね。同じマルゼンでもレミントン M870 と違ってね、ここね、リアルカートリッジじゃないから。そうなのね、ここ動かないんだね。この銃、正直僕よく分かってなくて、伊坂 M37 が好きなんですけども、似てるからいいかなと思ったんですけども、エアコキいいよね。手軽で、しかもね、そんな重くない。やや正面から見るとこんな感じですね。リアルでいいよね、こういうのとか。ソードオフショットガンだから背中に背負ってたらかっこいいよね。で、まあ、この形状から出してヒュッて構えたら、でドーンって打ったらかっこいいよね。ソードオフのショットガンってね、そういうのができたらね、かっこいいよね。全体像こんな感じです。結構短いですね。でも片手で持つと重い。その分リアルですけどね。結構ね、取り回しとかいいかもしれないですね、このサイズだと。いいね、このジャキっていうのが。これはサバゲー向きなような感じですね。これですしね。ショットガンをこうやって両手で構えるのがいいよね。照準合わせて、ドーンでね、でドーンで、かっこいいよね。ショットガンいいよね。これがね、リアルで、しかもね、指に引っかかるからかなりやりやすい。レミントンよりやりやすいんじゃないかな、これ。
指引っかかるからね、こうやって。いいね。調べてみたら、これは架空の銃らしいですね。レミントン M870 の亜種っていうか、まあ言われてみれば確かに似てる気しますよね。では初速を測っていきたいと思います。エアコキですからね。どんな感じですかね。マガジン軽いね。めっちゃ軽い。ショットガンでマガジンって面白いね。どんな感じでしょうかね。いいね、ポンプアクション。お？ 83.9。 結構強くない？おお、 82.3。 いいね。おお、 81.1。 おお、 84.3。 いい感じだね。81.6。 こんな感じです。冬とかね、エアコキだからっていうのもありますけども、まあまあ十分なパワーじゃないですかね。いいよ、うん、結構良くない？なかなかいい感じだと思うんですけどね。こうやって打って、でね、マガジンも軽いし、スペアの取って40発入りますからね。でまたやるってなると、結構これ一丁でも楽しめるような気しますけどね。今回はマルゼンのショットガン CA870 をやってみたんですけども、これでね、ちょっとパワーが弱いなーとかだったら、って感じだったかもしれないんですけど、個人的にはね、80超えたら十分強いんじゃないかなと思うんですよね。しかもね、結構扱いやすいですし、重量はね、そこそこ重いんですけども、まあそれはリアルでいいと思うんで、見た目もね、かっこいいですしね。はい。ではまた次回お会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。